次に平井拓也君。委員長。平井君。自由民主党の平井拓也でございます。私は国会議員になる前に、民放に10年ほど、仕事をさせていただいておりましたし、テレビ業界に対しては、それなりの私自身の問題意識も持っております。また今自由民主党ではネットメディア局長ということで、自民党のソーシャルメディア関連の活動をですね、一手に引き受けをさせていただいておりますので、今回私が NHK の質問に立つということでも、いろんなところからあれを聞いてくれ、これを聞いてくれというような要望も来ましたが、その中で、これテレビの中継もあるようでございますから、大丈夫そうな質問に関して今日は質問をさせていただきたいと思っています。NHK はですね、放送と通信と融合したハイブリッドキャストの試みですね、またあと、デジタル時代の情報受配信のですね、在り方に関して日本で、最もチャレンジングな放送局だと私は思っています。でまた加えてその映像や音声のコンテンツの質はですね、取材力や歴史的蓄積の面でですね、圧倒的な高さを維持しています。基盤技術ですね、の面でも NHK 放送技術研究所の力は群を抜いています。これは大変素晴らしいことだと思います。いや、ただしですよ、その、チャレンジ性や質の高さというものは、一人 NHK 自身のその資金調達力やですね、経営能力、研究開発力によって担保されてきたわけではないと、そのことを忘れてはならないと思っています。例えば放送と通信の融合はですね、放送と通信個別の制度によって、囲われている民間事業者にとっては、簡単に手を出しづらい分野なんですね。その点 NHK という、得意な立場であるからこそですね、思い切ったことに挑戦ができるとも言えるわけです。コンテンツの質の高さについてもですね、利益に縛られる民間事業者とは違って、取材時間や取材体制によってですね、十分な活動ができていると。技術基盤の 面でもですね、業界内の利害を超えて民間事業者の協力を集約しやすいという、有利な立場があると思います。しかしここで忘れてならないのは、これらの活動はすべて税金に準ずるともいえる受信料収入によって支えられていると、ここが大事なところだと思っています。このような NHK の在り方を考えたときにですね、その予算は、これは国民とか、企業法人もすべてですけれども、共有資金を、消費しているものであると捉えることも当然だと思うんです。でそうである以上、少なくとも他の政府の支出と同等のチェックが行われるのも当然のことだと。まして現状のような政府財政及び国内経済情勢を見たとき、 NHK のみが例外扱いされるわけにはいかない、そう思っています。で国家公務員はですね、この度、国会の議決で震災復興の予算確保という観点からですね、人事勧告を含む 7.8% の給与引き下げを実施することになりました。で当然ながらこれは独立行政法人にも波及するんです。でそこでですね、税金に近い性格を持つ、いわば受信料で賄われている NHK の職員の給与はですね、国家公務員などの補償に合わせて給与を引き下げるべきではないかという意見も私のところにたくさん寄せられてきました。職員の給与の引き下げが大変に難しいのであれば、すぐにはできないというのであればですね、会長や役員や経営員はすぐに自分たちの報酬に関しては決断すれば引き下げを実行できるのではないかと、私自身はそう思うんです。で、すでに委員会で議論になっていたら重複するかも分かりませんが、自由民主党の総務部会ではですね、一般保険料及び調整保険料の合計保険料の事業主負担割合が、一般企業に比べて高い 61.7%、
かつては67だったのが 61.7 というふうに聞いています。でそのことはですね、労使折半の 50% にするというようなご英断をいただいたと思うんですけれども、まあ、この給与に関してまずは会長はどのようにお考えになるかということについてお答えください。松本会長。お答えいたします。NHK の職員の給与は受信料で成り立つ公共放送といたしまして、社会一般の水準あるいは公民給与の状況等を熟慮すべきというふうに考えております。一方、公共放送の使命達成ということのために、まあ、競合する他社との間で、優位な人材の確保や、職員のモチベーション維持にも考慮する必要の部分がございます。これまで、経営的な観点で、給与費を抑制していくということで、まあ、要員の合理化などによりまして平成11年から23年まで、13年間になりますが、この間、給与費の総額は削減を続けてきております。これについては来年度予算あるいはこの3年計画の中でも引き続き努力してまいります。また、給与につきまして、成果とか業績に見合うよう一層見直す必要があるというふうに考えておりまして、その制度の見直しを行うということが重要だと考えています。これにつきましては24年度中に成案を作りまして、その後手続き、まあ、労使交渉等に入りたいというふうに考えてございます。平井卓也君。まあ、先ほど会長の方からですね、競合他社との関係というお話がありました。民放と競合しているという意味だと私は今受け取ったんですが、かたや広告料収入で給与も上下すると、受信料収入という安定した財源を持っているその NHK と会長、どのような競合という意味で言葉を使われたんでしょうか。松本会長。今のお答えいたします。今の採用の状況から言いますと、まあ、NHK の応募者は大変従来に比べて減っております。それから特に報道とか取材その辺のところはやはりまあ24時間365日不規則な勤務ということも含めてなかなか難しい状況にございます。から、まあ、在京のいろんな会社、今のお話の民放も含めてございますけれども、そういう中で、NHK の人材を確保していくと。 NHK の場合は、ほとんどが大卒でございます。で大卒の中の、まあ、比較的そのレベルの高いところを取ろうということになりますと、その中の競争というのがありますので、そのことを頭に入れることが必要だと、こういう観点でございます。平井卓也君。それは人材確保の意味で、同業他社と競合するという意味ということですか。松本会長。まあ、人材確保ということはその通りでございます。まあ、いろんな形の中で選ぶわけなので、学生さんとかがですね、企業を選びますので、その選ぶそのなんていうんでしょうかね、対象として、NHK とで、まあ、もちろん入るときもそうですが、その後の、NHK の企業のレベルというものもそういうことの参考になると思いますので、その観点からお話を申し上げたところでございます。平井卓也君。ということはやっぱりその事業としても競合するという意味で、広告収入と受信収入というもの、受信料収入というものと、まあ、経営を支える財源は違うものの、例えばそれは視聴率で民放と競合するという意味も含めて競争環境にあるというふうな ご認識ですか。松本会長。直接視聴率というふうには思いませんけれども、視聴率についてはやはり報道陣、マスコミ陣それぞれ本能的なところがあると思います。しかし NHK の場合は放送法にもありますように、豊かな良い放送、質の高い放送、
そういうものをきちっとお伝えすると、こういう公共放送の使命がございますので、そういうことをきちっとやれる人材と、こういう意味で、そういうところを問いたいと。民放は民放で、また民放だけではありませんけれども、そういう優位な人材を取りたいということで、競合すると、こういうところがあると思っております。平井拓也君。今のね、私と会長とのやり取り、また給与に対する会長の答弁、また今回は会社側の保険料の負担の割合の見直しというような話の経過および今のやり取りを聞いていて、総務大臣、どのようなお感じになりましたか。川端総務大臣。保険料率の企業負担の分お話、企業負担のあり方、あるいは給与水準というのは、NHK においてこれは労使交渉の結果お決めになることでありますので、その水準等々に関して行政の立場でコメントすることはできませんけれども、先ほど来ご議論ありますように、やはり NHK は国民の幅広い国民の受信料で賄われているということがありますから、そういう意味でその負担者である国民消費者の理解が得られることが必要である。NHK においてもそのための努力をしっかりやっていただきたいというふうに思っておりますし、総務省としても平成19年の放送改正で職員の給与については支給の基準を定め公表することを NHK に義務付けをしておりますし、今回の総務大臣意見においても給与等について国民使用者に対する説明責任を十分果たしていくことということで言及をさせていただいておりました。説明責任はしっかり果たしていくべきだというふうに考えております。平井拓也君。今大臣の答弁にもありましたとおり、やっぱり受信料を納めている国民の側から見ると、NHK さんのそういうようないろいろな情報、また情報公開等々に関してもね、さらに一歩進めてもらいたいという要望があることは、これ事実でございますので、ぜひそのあたりも今後ともお考えをいただきたいと思うんですが、私にもいろんな質問が来てですね、私が答えられなかったので、これは会長にぜひお答えしていただきたいと思うんですが、シンプルな質問です。現在地上波契約は月額1345円ですが、 NHK の受信料の1345円はどのような根拠でどう決まっているのですかという質問です。これは NHK さんお答えできると思うのでお願いします。松本会長。松本会長。お答えいたします。公共事業体におけます料金の負担の考え方ということで、事業面に必要な総収入が総経費に見合うよう設計する総括原価方式ということが一般的でございます。NHK では3カ年に放送事業に要する総経費を受信契約数で負担するという考え方によりまして、受信料額を算出いたしております。また今回の受信料額でございますけれども、これも経営会において経営計画を審議する中でですね、経営の効率化を徹底的に検討した後に設定したということでであります。また経営の効率化については今後も引き続き取り組んでまいるところでございます。積算根拠につきましては、各年度の事業計画あるいは収支予算および決算を通じまして、内容を内訳をですね、明らかにしておりますほか、各種の広報資料でも公表しているところでございます。平井拓也君。今会長から総括原価方式という言葉をいただきました。総括原価方式で思い出すのは皆さん電力会社の電気料金ですね。で、原価の張り方が今見直されようとしているんですよ。で、電気事業に関係ないコストを電気料金に織り込んでいたと。また役員の報酬等々が過剰に高い、また広告等々も無駄なコストがあるのではないかということが言われています。電気料金、この受信料、よく似た感じだと思います、国民の側から見ると。
でそういう中でですね、公共料金に準ずる、まあ、今の言った受信料のような総括原価方式というのであればですよ、原価管理はやっぱり国がしっかり見ていかなきゃいけないと私は思うんですね。で結局今の答弁だけでは十分にわからないので、まあ、ここは今後もっと明確にしなきゃいけないのは、まあ、つまり管理会計の適切な運用とですよ、そのおそらく原価の第三者の査定が必要なんだと思います。でその公表も必要だと思います。私は今この適切なですね、管理会計の適切な運用と、原価の第三者査定等々が非常に重要なポイントになってくると思うんですが、この点について松本会長、川端大臣、どのようにお考えになりますか。松本会長。総括原価方式について、NHK では去年7月に、会計あるいは法律等の8人の専門家の有識者で構成いたします NHK 受信料制度専門調査会という形で、ご議論いただきました。受信料額の決め方についてもその中にございますが、この中では現行の仕組み、総括原価方式について、妥当であるという答申を得ているところでございます。また第三者機関の査定で効率性を確保すべきという指摘があることは存じておりますけれども、この検討に調査会の検討におきまして、情報公開の徹底あるいは管理会計の推進によりまして、NHK 自身の効率性向上の仕組みをビルトインさせるとべきという答申を受けております。次期経営計画におきましては、経営計画方針から現場の管理まで、一貫したマネジメントを確立するということを考えておりまして、この NHK の中に効率化のインセンティブを位置づけていきたいというふうに考えてございます。川端総務大臣。いわゆる総括原価方式で、電気あるいはガスの一般家庭用の部分の料金は適正を担保するためにということで、行政のチェックを入れるということでありまして、料金の認可制を入れるということで行政がチェックすると適切かどうかという仕組みになっておりますけれども、 NHK に関しては、言論機関であるという観点から、国会同意人事を経て、選任された委員で構成される経営委員会に、大変大きな権限を持っていただいておりまして、収支予算等の議決、職務執行の監督の権限、最終的な料額の決定をということと同時に、最終的な料額の決定はこの国会の収支予算承認、今やっていただいているこの部分で国会も関与するということの仕組みが採用されておりまして、経営委員会それから国会のチェック機能に加えて、当然ながら NHK 自身の普段の努力が求められているということでありまして、経営情報を積極的に開示する等によって受信料を負担する国民、視聴者の皆さんに、説明責任を果たしていくことが大事だと思いますし、先ほど委員ご指摘のいろんな形でのチェックというのは、今の仕組みとしては、電力とは異なって、経営委員会、同意人事の経営委員会と国会でのこの審議を通じたチェックということに委ねられている仕組みでございます。平井拓也君。ですから、この国会の審議でいろいろとその問題を指摘させていただかなければならないんですが、NHK には27の関連団体、子会社が13、関連会社5、関連公益法人が9ありますよね。で、放送番組の制作販売、番組関連のイベント実施、放送設備等の建設等の事業をやってますよね。で、NHK から子会社への出資や業務委託も認められているのも、業務の適切な執行を図るためということになっています。
まあ、ところが関連団体をめぐってはですね、特殊法人改革や規制改革の議論において子会社の収益が本体に還元されていない、子会社に儲けさせた、させる構造でグループ全体として肥大化している等の指摘がなされました。またですね、24年度予算に対する大臣の意見ども、整理統合、適切な還元、重複業務の整理統合という言葉が示されていました。で、私はこの要員計画、確かに、人員と給与は減っているんですが、約6400人 その人員を削減したというもののですね、関連団体等への業務委託費は530億円増えているわけですよ。で、結局こういうのを見ていると見かけの本体の人だけ減らしゃいいのかと。で、ここで私はですね、まあ、お聞きしたいのはですね、本来その放送法に基づくこの NHK の使命から言って、どのような経営形態がそのあるべき姿なのかと、まあ、2B モデルですよ。ただ見かけの人件費を減らしたらいいということを我々は言っているわけではありません。本来の機能を果たすためには、どのようなその人員計画、どのような要員計画、まあ、そしてその子会社の在り方等も含めてその目指していくのかというのは、経営陣としては非常に重要なポイントだと思います。そのことに国民が納得しない限りですね、やっぱり NHK のその受信料というものの妥当性も出てこないんだと思います。まあ、その点につきまして、まあ、今後の、ね、情報公開基準、 NHK はその一応特殊法人の中でも、まあ、他の特殊法人とは基本的に性質が違うので、開示請求権の乱用によって番組編成権が侵害される等の懸念からですね、自主自立性独立性に配慮して、まあ、情報公開法律によって義務付けられていないわけです。まあ、ですからこそですね、なおから自らちゃんとした情報発信をしていかなきゃいけないし、まあ、そして総務大臣もですよ、やっぱりちゃんとここをチェックしていかなきゃいけないというふうに思っています。ですから会長にお聞きしたいのは、今言った子会社が肥大化されているのではないかというような指摘、また今回の大臣がいろいろ24年度予算に対して問題意識を持たれた発言、まあ、そしてその要員削減と経費削減と言いながらですよ、その全体として今のような子会社に全部いろんなものを切り出していくというのが本来正しい姿なのかどうなのか、その辺も含めてそのご意見をお伺いしたいと思います。松本会長。NHK の業務 の業務量、それから人員の推移というものを俯瞰しますと、まあ、大きな流れで言いますと、業務量はいろんな通信技術とかの発展もありまして、増えております。まあ、長期間で見れば3倍ぐらいに増えております。一方で、約その当時1万6000人ぐらいいた職員は約今1万人ぐらいになりまして、そして、関連会社の方が6000人ぐらいになっております。まあ、元から関連会社がいましたので、その差はそんなにありませんけれども、まあ、そういう中で仕事をしているとこういうことであります。したがってトータルとしては3倍の業務量をそういう NHK の職員、それから関連会社でグループ会社でやっているとこういう状況にあります。それから関連会社に仕事を出すという形で、約1割程度の経費は、人件費経費は減っていると、こういうふうに俯瞰できます。ただ、今の NHK の仕事をですね、関連会社に出すということがこのままでいいのかということについては問題意識を持っております。やはり NHK が NHK の中できちっとやらなければならない仕事というのは、そういう分野というのは外へ出さないで中でやったほうがいいと、こういう部分もあります。まあ、そういう意味から言いますと、 NHK の職員数というのが適正規模というのはどのくらいなのかというのを確定する必要があると、こういうふうに思っております。まあ、その他全体の効率化につきましては、今回の経営計画の中で、公共放送の原点に立ち返るという基本のもとに、公共信頼、それから未来創造、それから改革活力と、こういうキーワードで、
効率化を図るとともに、また今回、値下げによりまして、相当3年間で1100ぐらいの規模縮小になります。それを効率化とそれから増収の努力でリカバーすると、こういう大変厳しい経営をやっていかなければなりません。その中で NHK の体質をより強く磨くということでやってまいりたいというふうに考えております。平井卓也君、質疑時間が終わってしまいましたので、このあたりにさせていただきますが、東日本大震災ではですね、インターネット等々がフルに使われたという一方でですね、多くの人がやっぱりテレビを見ていたという現実があるんです。で、そういう中で広島県に住む中学2年生がその画像をね、ライブでユーストリームに流したということですね。これ違法なんですけど、後々 NHK さんはそれは認めたし、自身ユーストリームというようなもので放送したということです。で、私はこれぜひ NHK さんにお願いしておきたいのは、その日本の優れたコンテンツを世界に広げていくという観点から言うと、そのインターネットの動画全盛時代の公共放送の未来の在り方というもののについてですね、明確にやっぱり打ち出していただきたいと、これはお願いします。そういう形をですね、未来の NHK の在り方の姿を打ち出していかないと、今このインターネットの時代、いろいろ問題が生じてくると思います。立法府もそれに対応した法律も作っていかなきゃいけない。そのあたりのことについて今後ともリーダーシップを発揮されんことをお祈り申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。